こんにちは、皆さん。私、見ての通り、髪紫にしたんですけど、今日はそれをどうやってやったかっていうのを皆さんとシェアしようと思います。使ったものは、誰でも多分知っている有名なマニックパニックを使いました。で、私の髪は、前回のビデオ見てもらってもわかると思うんだけど、まあ、ブロンドで、まあ、私のナチュラルな髪は真っ黒だから、何回も何回もとりあえずブリーチをしたんですよね。で、ブリーチをして、で、前回の、ビデオのやつは、髪をブリーチして、その上から、色をのせてます。ブロンドにブリーチした後にブロンドカラーの色をのせてます。で、今回これはどうやってやったかっていうと、その状態の髪をまたもう一回ブリーチ全部した後にこのマニックパニックを上からのせました。ブリーチ剤とかこの商品はアメリカのサリーズっていうサリーズビューティーサプライっていう結構髪の毛用品をたくさん置いているどっちかというとそういう美容師さんとか用とかネイル経営者とか、まあ、メイクアップもそうなんだけどそういうのがこう全部一緒に売られているお店で買いました。で、まあ、ブリーチはさ、普通に市販で売られているもので、全体的に髪をブリーチした後に、これは何がいいって、それをそのまま乗せればいいだけなんですよね。で、乗せて、私は1時間待ちました。1時間待って、で、洗い流すっていう感じ。で、注意事項は、皮膚についたら数日間取れませんのでそこを気をつけなきゃいけないのとあと髪をね洗うときは冷たい水で洗わないとあったかいお湯で髪を洗うと色が落ちますのでこれをのせてからはだいたい髪洗うときは冷たい水で洗うのをおすすめします。でそうするとさ色をセットするセットしてくれるっていうのもそうだしそれにプラス色流さないから冷たい水で髪を洗いましょう。であと念のために枕は白い毛うち全部白いんだけども巻いてねなんか色のついたタオルで巻いてなんか黒いタオルとかで巻いて寝た方がつかないです。今までまだ一回も枕に色ついてないけどつくってすごい聞いたから。であと雨の日とかは、絶対白い服着ない方がいいです。なんか例えば水がついちゃって、こうやってポトってつくと、それがもう色がついちゃうから、白い服は雨の日気をつけた方がいいし、髪長い人は特にね、私はほら、ここだけだから、そんなここにつく心配、髪の毛がこう服につく心配はないけど、そうそうそう、髪長い人はさ、特に白い服気をつけた方がいいでしょ。あとなんだろうかな、そうだ、シャンプー、ナチュラル系のシャンプーを使いましょう。ナチュラル系のシャンプーって、なんだっけ、変なもの入ってないから、色をこう、流し落とさないのね。だから私の使ってるシャンプーはね、これまたサリーズで買ったやつなんだけど、ブランドがワンエンドオンリーっていうアーガンオイルが入ってる、シャンプーです。で、これナチュラル系のやつだから、これで洗うと、色落とさないし、髪を健康にしていられるし、まあ、とりあえず変なの入ってないわけ。だから、髪の色保てるし、じゃん。そう、そんな感じかな。それと、アルコールの入っているワックスとかジェルとか、スプレーは避けた方がいいみたいです。そんな感じで気をつけて。とりあえず、一番私が困ったのが、皮膚についちゃったのね。だから、まあ、自分でやる人は特に、まあ、でも人にやってもらった方が全然いいんだけども、はい、気をつけて皮膚につかないようにして、のせる。っていう感じでやりましょう。それじゃあまずステップは、まず一番初め、必ず髪をブリーチした状態でいましょう。ブリーチしないと色が入らないから、ブリーチしてない状態からのせると変な色に仕上がっちゃうんですよね。
だからブリーチをしてできるだけもうほんと明るい明るいブリーチになるようにブリーチして、でも何回もしちゃダメよ、したら髪が傷むから、私みたいに傷むから。そうだから、あ、ブリーチした状態の髪にこれを乗せていきますね。でどうやってやったかっていうと、私はこれをまずこのサリーズビューティーサプライズで買ったこういうボールに入れます。で私の髪はさ本当に上しかないわけ、見てわかると思うけど、もう頭の半分剃ってるから上の毛しかないから本当に量少なくてよくって、本当これね、ほら3分の1ぐらいをここに入れて、で何も混ぜなくていいからね。で入れたらそのほらこういう感じのさハケで取って乗せてくっていう感じで、乗せ方はこの頭皮のここから乗せます。乗せてでこういう感じで私は塗りました。だけど髪の下の人、下を染めた人はこの根っこから、根っこじゃないやなんだっけ、この生え際下の方からこういう感じで染めてく。あと、あ、そうだ、ここら辺が仕上がりやすいみたいだから、このこことかが温度が高いから色が上がりやすいから、そこは結構最後めにのせるといいらしいです。はい、でのせた後にシャワーキャップみたいなのあるでしょ、それをつけて、私は1時間ぐらい待って、でこの仕上がりになりました。だけど正直な話、初め結構長めに置いて濃く髪の毛の色を入れた方がいいですっていうのも、やっぱりさ毎回シャンプーするたびに冷たい水で洗ってるとは言えど、シャンプーすれば色がやっぱ落ちちゃうんですよね。だから色が落ちるから結構初めは濃いめに入れて、でほらやっぱ洗うたびに色が落ちちゃうから、まあそれで落ちていくのを楽しむのもねいいんだけど、私これ1回染めたじゃん、で2回シャンプーした後でこういう感じ、でも日に当たるとこんな紫なわけ、家の中だとこんなだけど、そうかなりパープルでしょ、うん、かなりパープルだよね。そう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 、そんな感じだから、うん、初め結構濃いめに入れて、うん、長持ちするというか、シャンプーするたびに色が落ちるから、うん、まあ持ちます。でこれさ、私この髪のこの量で3分の1使ったから、まああと2回ぐらいは、うん、色入れれるかなって感じでさ、このマニックパニックってビーガンなんです。ビーガンね、だからなんだっけ、変なもの入ってないんだよ多分、ビーガンって書いてあるから、うん、髪にも全然いいやつですね、自信ないけど、でもビーガンだからいいはず。そうそう、そんな感じで私は髪を染めました。マニックパニックいろんな色あるから、まあよかったら皆さん試してみてくださいね。じゃあちょっとこの短い間だけど、このパープルを楽しもうと思います。なんで紫に染めたかっていうと、周りの友達に絶対に紫似合うよってずっと言われてて、で初めは全然興味がなかったんだけど、だんだんなんかそうかなそうかなとか言って、でなんか自分の髪の色に飽きてきたから赤にしようかなと思ってたんだけど、赤行く前にちょっと紫やってみようかなって思ってチャレンジしてみました。なので、はい、皆さんもよかったらやってみてくださいね。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。